こんにちは、玉置です。今回は呪術廻戦のディフォルメシールウェハースボリューム4をいつもの流行りのスーパーさんで買ってきたので、こちらを2ボックス開封してみていきたいと思います。こちら公式の発表では10月24日の月曜日に発売ということなんですが、いつものようにイオンさんなどの大きめのスーパーさんなどでは土曜日頃には入荷されてるんじゃないかなって思います。コンビニは発売日通りに月曜日に店頭に並ぶと思います。それでは早速見ていきたいと思います。まずはパッケージ確認です。パッケージは2種類ですね。うん。こちらのね、傘を差している方がめっちゃ可愛いんですが、多分これはココのノーマルっぽいんですよね。うん。いつものように公式さんの発表されている画像はね、あんまり見ないようにして開けていきたいと思うんですが。でもね、大体予想はついてしまうんですが、でこっちがね、多分特急レアとかの方じゃないのかなと思うんですが。うん。で、ラインナップですね。ラインナップがこんな感じで。うん。でね、今回はなんと2周年記念のレアがあるということで、星が6個ついております。でこちらのね、4人が集まっててレインボー箔の2周年レア、あーこれね、入ってるか入ってないかですよね、きっとね。うん。で特急レアの5区っていうのが2種類あって、多分こっちのね、これだと思うんですが、で普通の特急レアがね、4種類あってということなので、どうだろうな、封入率。うん。一箱に、まあ、特急と特急レアの5区とで2周年レアで、これがね、どのくらいの割合で入ってるかにもよるんですが、一箱に、まあ、4枚入ってたらまあまあ良心的かなとは思うんですが、あでもな、3枚とかもありそうですよね。ちょっとね、呪術はね、毎回ちょっと、うん、微妙な封入率なのでどうかなとは思うんですがね。うん。では元に戻して、それでですね、こちらスーパーさんで買ったので、もうね、こちらの上は開封されている状態なんですが、じゃーん、箱がね、なんとカラーになっております。うん。鬼滅もね、前回の普通のウェハースの方でカラーになってたんですが、わーこのね、トゲくん欲しいね、あーこれも欲しいし、うん。ということでね、全体のちょっと箱とかもね、見てみたかったんですが、開封されたものしかなかったので、うん、こんな感じです。ではね、上だけ開封して準備したいと思います。準備ができたので順番に見ていこうと思います。配列が気になる方はご参考程度にお願いいたします。ちなみに先ほどもお見せしたんですが、こちらのパッケージがね、前に来てるものしかなかったのでね、こちらを選んだんですが、うん、本当だったらね、こっちが前に出てるのとね、うん、一個ずつ欲しかったんですが、これしかね、なかったので、うん、なのでもしかしたらダダかぶりの予感もあります。まあ関係ないとも思うんですけどね。では1個目から見ていきたいと思います。今回は全29種類ということなんですが、特急レアのね、種類がこんだけあるので、まあ、2箱では揃わなそうなんですが、うん、まあ、封入率的にはどうなのかな。4種類このね、特急レア、緑、赤、この紫のね、ここの部分が4種類1箱に入っててくれれば、運がいい人だったら2箱で揃うかもしれません。まあでもね、まあ無理だろうなとは思うので、とりあえずめぐみとトゲくんが欲しいな。うん。なのでこの2周年レアね、欲しいね。うん。じゃあ行ってみましょうか。ごめん、せーの、あ、そうだ、その前にこのね、また告知が入っております。うん、裏はない、うん、ます、ごめん、せーの、おい、お、野原ちゃんのちっちゃい時ですね、かわいい。これはノーマル、あ、一応レアなんだね。あ、そっか、ちっちゃいバージョンがレアなんだ、かわいい。あ、見て、ちゃんとさ、子供だからかな、ひらがなになってる、めっちゃかわいいんですけど。いやー、これいいね。こういうんだとさ、ノーマルでも欲しくなるよね。まあこれはレアなんですが、うん。いや、凝ってる凝ってる、いいじゃん、かわいい。でちょっとね、こうエンボス加工というか、ちょっとこの辺がね、加工がされております。かわいい。2個目、せーの、ほい、お、五条先生です。これはノーマルかな、あ、ノーマルだね。これもね、ノーマルだけど全然かっこいいもんね。で次ね、3個目、結構さ、今回のあの、なんだろう、背景が割とシンプルだけど、結構シンプルな背景もいいんだよね。せーの、ほい、おー、野原ちゃん、これは特急レアかな、こんなレインボーな感じ、わあすごい。そして金箔、うわー、かっこよ、これね、いいね、これは。うん、あー、かっこいい。これなら、これなら全然野原ちゃんの技に刺されても全然。
顔がちょっとな、まあ可愛いんだけど、うん、まあ煽りだからこうなっちゃうのかな、うん、もうちょっと可愛いかっこいい感じの野原ちゃんでもよかったけど、あでもこんな 上から目線な感じが野原ちゃんでいいかな次ね、でもここに入ってたからもう一個この辺に入っててくれれば4枚特急が入ってくれてる、うん、望みがあるよね。ちょっと読みましょう。せーの、ほい、お、ユージです。ユージも可愛い。やっぱね、このひらがないいねめっちゃ可愛い。あ、裏ね、裏こんな感じです。うん、次、よいしょ、せーの、ほい、お、マーラミンです。あ、この雨の感じのイメージのイラストがノーマルか可愛い、いいね。あ、五条先生はね、うん、こんな感じなんだ。へえ、よきよきうん、次、せーの、ほい、お、花見、花見もいるんだ。これは、お、あれやなんだ。へえ、そっかそっか、これもいいね。うん、この辺がいるなら、うん、またね、そうそうそう、あ、この辺か。お、すごい、ハルタとかもおるよ行きます、せーの、ほい、あ、ユージ、うん、なんだろう、みんななんか無表情でもないけどちょっとぼーっとしてる感じの顔だよね。ぼーっとでもないけど、なんだ、無表情的な感じのイラストです。でもこれもこれで可愛いけどね。ちょっと全員集合のこれも欲しいよね。ないんだけどさないんだけど、うん、せーの、あ、でもこの辺でもしかしたらもう一個入っててくれるかな。せーの、どうだ。あ、これはスーパー、あ、そっか、スーパーレアもあるんだ。スーパーレアも割とネックなんだよね。そうなんだよ、なかなかスーパーレアも揃わないんですが、お、ちょっとめぐみと五条先生じゃん。めぐみ出ましたね、やりました。あ、スーパーレア、ちょっと2人のやつだからいいね。うんうんうん、うん、ちょっといいシーンが切り取られてますね。いやー、そっかーそっかそっか、スーパーレアもこの枠に入っちゃうんだね。ってことはちょっと厳しいかもしれないね。せーの、ほい、あ、トゲくん出てくれました、かわいい。ちょっとさ、これあれかな、発売日遅れたりとかしたのかな。雨のね感じだから、もしかしたら梅雨時に発売とか。あ、違うか、違うよね、そんなには遅れないよね。あ、台風の時期だから違うかじゃあ右側ラストいきます、せーの、ほい、おー、姉妹、姉妹かわよいマキさんのこの顔とさ、かわいいマイさんのね、ちょっとねこう臆病な感じとかね。いやー、マキさんパッツン可愛いよねこれね。いやー、可愛い。子供時代収録してくれるのいいな。うん、では左側行ってみたいと思います。周年レア出ないね。でもここのラインがそうだね、スーパーレアと、あ、特急レアのラインかなとも思うんですが、どうだ、せーの、ほい、お、ゲトゲトも、あ、これが、ん、あ、ノーマルなんだ。ゲトもいるってことは、マヒトもいるのかな、うん、いいね、ゲトね、この前プライズ品のねフィギュアをちょっとね取りまくってきたので、うん、まあ、処分代だったんですけどね、うん、でゲトを取ろうと思ったらなんかモルカーを引っ掛けてしまって違う違う、そっちじゃないみたいな感じでね、まだまだね初心者なので次行ってみます、せーの、ほい、お、ハルター出ましたこの二人も何気にねいいよね、うん。でもあれなんだ、フルネームで書かれてないんだ、うん、うん、あ、でもこういうキャラも収録されてる感じがねいいよねで、しかもねこれデフォルメだとね書き下ろしだから、うん、あー、次、運命のここのラインが来ました。どうだろう、望みとしてはめぐみの特急か2周年レアだね。まっせーの、ほい、おー、ユージ
そっか、野原ちゃんの次はユージか。やっぱ全然、うわーすごい。え、っていうかこれあれじゃん、ゴクじゃない、ゴク。白がなんか違うもんね。あ、ゴクだわ。わ、すごい。そっか、普通の特急レアは白が金箔なんですが、ゴクはこんな感じでレインボーです。うん、この白ですね。やっぱりなんか違うね、きらめきがこっちも全然かっこいいのに。うん、いやー、そっかそっか、種類が多いとね。そうだよね、スーパーレアもここのラインで出てきちゃうから。いや、これは難しいな。2周年レア欲しかったけど、ちょっと揃えるのが大変かもしれない毎回でも呪術の方はね大変なんだよね。鬼滅の方は割となんか良心的な感じで封入されてて、まあ運次第っていう感じなんですが、呪術はね本当に、うん、じゃあ次ね。とりあえずまだノーマルの恵み出てないね。それ欲しいね。せーの、ほい。お、かぶってくるのか。そっか、ここでかぶってくるんだ。せめて箱内ではかぶってほしくないよね、あんまり。あ、これ欲しいな。こんちゃんがいるね、極限の。せーの、ほい。お、ゆうじ、あー、かぶる、すごいかぶるじゃん。かぶっても1種類くらいかなと思ったけど、2種類もいきます。せーの、ほい。お、出ましたね、めぐみ。うんうん、みんなスンって顔してるあ、それもそれでね。でもめぐみはそんなに違和感ないか。あとくんもそうだね、いつもそんな感じだもんねでもそうだよね、ななみもそうだねゆうじとかがちょっとね、うん、そんな感じだけど、もうちょっとね笑顔とかでもよかったかなと思うけど、みんなスンっていう顔ねこれはこれでね、かわいいね。じゃあ折り返し、あ、ここからね、もう折り返しなんですが、せーの、ほい。お、パンダです。パンダが、これが傘持ってないけどノーマルなんだね。パンダだけちょっとお姉ちゃんモードというかなんでパンダだけこんなんだ。パンダも普通にさ、傘さしてこいでもよかったのになぜか。うん、では運命のここのライン、レアのラインいきます。せーの、ほい。あー、トゲくん。いや、これはちょっと20年レアじゃなかったけど、トゲくんが来てくれましたので私的には嬉しいです。おー、スーパーレアだけどね。そっか、トゲくん来てくれました。あ、一応だからそうだね、あとは特急の恵みが欲しいのと2周年レアの、うん、それはちょっとね欲しいものは揃うかなっていう感じで、まあ、コンプはね2箱だと無理だからね。あー、これは嬉しい。うん、いいね、なんか背景がちょっと宇宙っぽい感じが、うん、この散りばめられたさ、こんな感じがさ、いいね。では残り2つ、被らないで何か出てほしいです。せーの、ほい。お、野原ちゃんのノーマル。野原ちゃんとかも傘がみんな黒なんだね。ちょっとカラフルな感じでも可愛かったけど。あ、なるほど、あ、なるほど、そっか、それで黒なんだ。はい理解しました。せーの、ほい。めぐみ、お、めぐみ割と淡々と着々と揃ってきてくれましたね。いいね、ちょっとこことのさ比較でいい感じですねかわいいめっちゃかわいいんだけどこれ。いや、子供時代めっちゃいいわということで、1箱目の開封結果はこんな感じでした。特急レアが1枚、そして特急レアの5区が1枚、そしてスーパーレアが2枚という感じの封入率でしたね。まあね、2周年レアは出なかったんですが、まあ、出るとしたら、まあ、ここのラインのっていう感じですかね。なのでちょっとね、封入率的には厳しめかなとは思います。うん、最初はねここの特急レアからの封入率をね気にしてたんですが、まさかのねスーパーレアを含めての、うん、4枠だったのでね。そうですね、そうすると最低でも3箱ですね。うん、ストレートに揃う方で3箱かなっていう気はします。うん、まあ、運が良ければねこの他にもね5枚とか、うん、入ってる方もいらっしゃるとは思うんですが、まあ、基本的には4枚かなとは思います。それでは2箱目いってみましょう。それでは2箱目いってみましょう。2枚がね被ったので、そうだね、あと9種類というわけにはいかないので、あとね何が出てないかというと、ノーマルのマキさんかな。マキさん出てないね。あとマヒトも出てなくて、で、レアのパンダかな、パンダのちっちゃい頃かな、これね。あ、長相とかも出てない。で、スーパーレアが、ユージと、トード、おう。お、めぐみとマキさんがあるんだ。
これ欲しいな。そしてまあね、特急レアはだいぶ出てないんですが、うん、この辺がね、まあ、いっぱい出てないんですけど、なのでね、そうだね、まあ、ノーマルとかその辺は揃ってくれたら嬉しいなという感じで行ってみましょうか。うん、これ欲しいな、こんちゃん。行きます。せーの、ほい。お、マヒト、いきなり来ましたね。いいんじゃない。次、あ、後ろ見てなかった。こんな感じだね。一応説明書いてあります。うん、マヒトね、かわいいね、これね。うん、次、いきます。せーの、ほい。お、マキさん、いいですね。出てないものが着々と揃っていってくれます。うん、ね、黒い傘だからこんな顔なんだね。うん、で、校長先生がね、そう、花束持ってたですし。うん、いきます。あれ、せーの、ほい。お、校長先生、これはどっちだ。あ、普通の方ね。普通じゃないけど普通の特急レアの方。あー、でも全然これでもかっこいいよね。青、赤、うん、そして、うん、紫。お、へえ、こんな感じで、こっち表は青、赤って書いてあって、後ろが紫です。うん、またここのラインですね。同じだったね。うん、いきます。せーの、おい。お、五条先生が続きますね。まあ、一箱開けてるからね、かぶりが多いと思うんですが、いきます。せーの、ほい。お、パンダのちっちゃい頃、あー、かわいい、ちびパンダ、かわいい。そしてひらがなのパンダ、ひらがなでパンダってなんかアホっぽくてかわいいよね。あー、かわいい。うん、学長がいてもよかった気もするけど、あ、でもパンダ、そうだね、一人というか一匹というか、うん、一頭か次、うん、開いてなかったね。よいしょ、開けます。せーの、ほい。お、ここで被りました。五条先生が被りました。五条先生ね、結構うちのところではよく来てくれるんですが、せーの、ほい。お、超そう、出ましたね。で、あ、3人揃ってってよくない？いいよね。おお、これは普通のレアだけど欲しい方いらっしゃるんじゃない？何気にさ、可愛いんだよね、ちっちゃくすると、うん、次、せーの、ほい。おー、かぶってしまった、ここね。そうなんだよ。あー、残念。いやー、嬉しいけど、ここのラインはかぶりが出てほしくなかったやつですね。残念。とマキさんとめぐみのやつも欲しかったんだけどな。いや、2周年レアが欲しい。めっちゃ五条先生出るやん、この箱。次、せーの、ほい。お、めぐみです。じゃあね、右側ラストです。せーの、ほい。お、のばらちゃん、かわいいやつ。ではね、左側行ってみたいと思います。と、あと何が出てないんだ。ノーマルとか普通のレアは揃ったんだ。うん、じゃあそうだね、じゃあもう本当にここのラインだけじゃんあとはかぶりじゃん。せーの、ほい。そうだね、じゃあかぶりだとやっぱりナナミとかその辺嬉しいね。めぐみとかね。ほい。お、ナミ、いや、いきます。運命のここのラインです。2周年レアか、かぶらずに誰か出てほしい。いきます。あ、めぐみの特急レアもあるんだ。あ、めぐみ、あ、いたね、いたね。よし、それが欲しい。せーの、ほい。あー、出たー、2周年レアです。あー、かわいい。そしてこの色がね、レインボーなのが良きですな。ホロ白と金の白と、ちょっとね、このあれはなんだろう、このこっちに比べてギラギラしてない感じがしますけど、これはこれでいいね。このなんか宇宙っぽい感じもいいけど、うん、いやー、よかった。これね、2箱買ってね、出なかったらね、ちょっと皆さんにお見せできないと思っていたんですが、うん、いやー、よかった、出てくれて。星6だもんね。うん。あ、2周年レアだから 2R なんだ。へえ。これはいいね。よかったよ、出てくれたよ。ちょっともう、でも、これも五条先生いるもんね。もう五条先生の流れだもんね。いや、それでさ、特急レア、5区の五条先生が出たら、すごいよね。よいしょ。もう、そしたらこれは五条先生箱になるけど。はい。あ、かぶりです。箱内のかぶりもありますね。次、せーの、ほい。お、ゆうじです。
きゅうり、ほい、お、しまい。次、せーの、ほい、お、トゲくん。では運命のレアラインです。どうしましょうかね。欲しいのが、恵みが欲しいけど、ちょっと五条先生の極見たいね。どうだろう。あ、極がこの、あ、そっか、極とこれが入ってるから極は入ってないかもしれないね、もしかしたらね。だとしたら恵みが欲しい。いきます、せーの、ほい。あ、え、お、嘘でしょマジで、ちょっと待って、こんなことある。でも色が違うんだけど。あー、なるほど、こんな感じで色が逆だねこれねまさかの2枚入ってるってことある。はいやー、このラブリも嬉しいけども、いやー、これの被りもあるのか。そうすると本当にコンプ目指してる方は大変かもしれないですね。いい、マジかしかもさ、この青い感じのとこの赤い感じのが逆バージョンもあるということで。そうだね、このホログラムの感じはランダムだもんね。シートがバーってあって、そこにこう絵をね、多分印刷していく感じなので、そうだね、これはランダムなんだろうな。多分中間とかもあるのかな、この。あ、そうだね、中間とかもありそうだね。ここが黄色だもんね。うん、そうだなじゃあこれは本当にこんな感じのもあるし、こんな感じのもあるしっていうことで、個体差が結構ありそうだね、このホログラムの感じが。うん、まさかの2周年ダブリじゃあね、あと2枚はもう持ってるやつだと思うので、ほい、うん、かぶり。大体2種類か3種類ぐらいかぶりがあるね。ラスト、ほい、お、ラストのバラちゃん。ということで、2箱目の開封結果はこんな感じでした。まさかのね、2周年レアがダブリということなんですが、まあ、でもスーパーレアと特急レア5区で2周年レア合わせて4枚ということでね、結構やっぱりね、厳しめの感じだね、呪術はね。では一旦並べ直してみたいと思います。はい、ということで今回の開封結果はこんな感じでした。ちょっとね、この辺光っちゃって見にくいんですが、一応ノーマルと普通のレアは全部揃いましたね。で、何が出てなかったかというと、スーパーレアからね、スーパーレアの、ユージと東堂、そして、アキさんとめぐみのやつ。うん。ねえ、そして、こちらがね、特急レアになってくるんですが、ユージ、めぐみ、そして、悟空の五条先生がね、出てないということで、あと、5種類ね、ちょっと出にくい5種類なんですが、これがね、出てないということなので、コンプはね、ちょっとね、辛そうですね。まあでも、今回の目的は、一応ね、トゲくんとめぐみが欲しいなと言ってたので、特急レアのね、めぐみは出なかったんですが、この辺とかね、出てくれたので、うん、2周年レアも出たし、そしてね、唯一のトゲくんのスーパーレアが出たということなので、まあ一応ね、いい感じには出てくれたんじゃないかなとは思っております。で、さっきも言ったんですけどね、こちらの2周年レア、ホログラムの感じが、まあ、個体差というかね、それによって違うと思うので、これもね、割と、ね、全く同じじゃないもんね、このホログラムの感じが。なので個体差でね、いろいろあると思います。うん、どっちの方が好き、こっちの方があれかな、野原ちゃんがねちょっと赤い感じで、めぐみが緑の感じだから、こっちの方がイメージ的には合うかなと思うけどでもどっちもね、いいけど、うん、個人的にはこっちの方がね、イメージカラーで分かれてる感じがいいかなと思います。うん、で、ホログラムの感じということでね、こちらももしかしたらね、うん、こっち側が青い感じで、こっち側が赤い感じというのがあるかもしれないですね。うん。これしか出てないのでね、比べようがないので、まあでもね、そうだね、ありそうだよね。なので、もしね、ホログラムの感じが違うよという方がいましたら、ちょっとね、コメント欄で教えていただけるといいかなって思います。ということで、ディフォルメシールウェハースボリューム4のご紹介でした。最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバーイ。